それでは第93回中央幹事会を開催いたします。はじめに山口代表から挨拶があります。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。今日は10時半から、幹事長会談、民衆自民公明で幹事長会談が行われます。そこには政調会長、そして国会対策委員長同席の下で行われることとなりました。これまでの経過で今日が会期末ということでありますが、いまだに会期延長の最終的な確定はなされておりません。3つの党で、つまり民主、自民、公明、3つの党で社会保障と税の一体改革の修正について大きな合意をいたしました。そしてここには法案の修正のみならず政党間の合意も含まれているわけであります。協議の結果、これは実務者で税に関する部分とまた社会保障に関する部分をそれぞれ別々に合意を結びました。しかし最終的に政党間の合意として、これを一体のものとして確定をするということが必要であるにもかかわらず、民主党の中でそういったイニシアチブを取るような動き、あるいは我々に対する相談が全くない、むしろ我々の方からそういう合意をきちんと作って、次のステップへ臨むべきであるということを強く申し上げました。合わせて会期内、つまり21日までに採決をする、衆議院で採決をする、これが本来の約束であったはずであります。そして総理も自ら、G20 に出張中に21日までに採決をすると言っていたはずであります。にもかかわらず民主党の中の論議で、これが遅れ遅れになって結局今日は採決に至ることはできないと、こういう実情も厳しく問わなければなりません。3党で大筋合意をして、しかもそれぞれの党首でそれを内々確認し合っているわけでありますから、にもかかわらず民主党の中でのいわば党内の議論が G20 に行って総理が対外的に発表している中で自らの与党の足元が確定をしない、こういう情けない状況でどうするんだということを厳しく問うておきたいと思います。その上で今日幹事長会談で採決の日程を確定する、そして政党間の合意をはっきりと文書にする、その上で最終的に法案を成立させる、また政党間の合意に従って今後の議論に結論を出すと、こういう強い決意で野田総理、民主党の代表としてリーダーシップを発揮していただきたいと思います。そういうことができないようであれば、この今後の日本の政治の運営は内外ともに信頼が落ちてしまうと、こういう強い自覚のもとにやっていただきたいと思います。我々はそういう責任の上に立って野党ではありますけれども、この国民の期待に沿うような今後の政策実現に全力を挙げて努力をしていくということを改めてお誓い合おうではありませんか。よろしくお願いいたします。以上です。